ソルジャーが何だってうちらの仲間になるの？その人キャリアを捨てるわけ？名前なんだっけ？元ソルジャーだとよ。名前はクラウドストライフ。武装路線で行くとなればプロフェッショナルの参加は不可欠だ。俺は歓迎するね。勝手に仲間にするな。仕事が終われば他人だ。ちょっと面倒くさいやつかな。見た目がいいから許す。始まった。まずは顔、基本でしょ。どうせ俺は基本がなっちゃいない。っていうか出場種目が違う。もういい、それ以上言うな。例えるなら。例えるな。
ラウドさん頼っていいっすよね。ただの金目当てならここまで来ないっすよね。クラウドさんだって星の未来を思う気持ちは俺たちとは興味ないね。ウェッジ、高い金払うんだ、がっかりさせんじゃねえぞ。先に片付け、遠慮はしない。
狙うさ、終わりだ。ここまで。終わったな。泣く子の腕さえひねるソルジャーといや、シンラの番犬。マコールは初めてじゃねえんだろ。俺を魔王だまりのブリッジまで案内してくれ。教えたくねえってか。シンラに未練たらありじゃねえか。中堅スタンプかよ。拒否したって意味ねえぞ。もともとお前抜きで立てた作戦だ。マコールは建造された時期によって構造が違う。この形式は初めてだが、なんとかなるだろう。ちゃんと案内しろよ。せかすなよ。おい、ロック解除。閉めろ。観念しろ。こっちのセリフだ。相手は一人、焦るなよ。後ろは任せてくれ。パスコードの情報は分派の同士が手に入れたの。あ、分派はこっちか。活動方針で揉めちゃって。はい、ロック解除。気張っていけ。おい、ジェシーを待たせるな。
こっから先は警戒がさらに厳重だ。ヘマすんなよ。ティファの知り合いでしょ。好奇心むき出しで聞くけど、どんな知り合い？俺たちは、うん、おっと、このネズミどもはアバランチを名乗っているようです。とはいえ、かつてプレジデントの命をつけ狙ったあのアバランチとの関係は不明。現在調査中ゆえ、今少しのご猶予。うん。てめえが飯食ってる時、眠りこけてる時も、このバカでかいポンプが魔鋼をガンガン吸い上げるわけだ。休みなく容赦なくよ。お前、魔鋼の正体を知ってるか。魔鋼はこの星の血だ。俺たちの体を流れる真っ赤な血と同じ。ってことは、このまま吸い続けたらどうなるよ。星の悲鳴が聞こえねえか、クラウドさんよ。あんたには聞こえるのか。おうよ、医者に行け。うん。あ？てめえ！星の未来より5秒後の自分を心配するんだな。あんたの悲鳴なんてゾッとする。ここからは慎重に行く。少しでもおかしな動きをしやがったら容赦しねえ。中距離連射型の警備兵器ね。クラウドの件じゃ苦戦は必至。うるさくても我慢してね。がっかりさせるなよ。Thank you.
切り崩す。はぜろ。終わりだ。警備システム稼働中だ。情熱的な眼差しだと思わない？見つかったらやけどじゃ済まないよ。どう進めばいいか知ってるよね。レーザーは一定間隔で明滅、消えたタイミングを狙って進む。さすが。じゃあまず私から。スリルが大好物なの。おい、その綺麗な目にしっかり焼き付けてね。スイーパー、ヘマしたらお掃除されちゃうかも。その前にスクラップにしてやるさ。行けんだろ。俺が出る。えい。
ここが魔航路の中心。あそこに爆弾を仕掛けるの。ここから降りる。近づ、近いぞ。魔航路でむせ返るぜ。
さーて、シンナが送り込んできた犬じゃないってことを証明してもらおうか。爆弾はお前がセットするんだ。ティファの連れってだけじゃ信用できねえ。仲間になりてえなら。何度も言わせるな。俺は雇われただけだ。だったら黙ってやれよ。問題ない。タイマーはどうする？お前が決めろ。自信あんだろうな。もう、はめやがった。来るぞ。なんだと。なるほど、確かに効いてるぜ。続けていくぞ。そんなもんかよ。ああ、待ってました。気合入れてけ。仕上げだ。何、頼られちゃうな。どんなわけよ。星のために俺はやるぜ。そっちはどうだ。俺が出る。しまった。へいっ、狙うぞ。
叩き切る。おう、任せとけ。頭りやったよ。通らねえ。どうだ。はあ、サソリの尾に気をつけろ。どうすりゃいいんだ。直撃したらただじゃ済まない。鉄骨に身を隠せ。はあ、攻めるぞ。期待してるぜ。光るように近い。連携しよう。頼られちゃうな。こっちだな。ちょっとも休ませろ。気合い入れてけ。やっ、はい、切り崩す。
沈め。何？攻撃を続ける。サソリに触れてやる。急げ、脱出だ。ウェッジが逃げ道を確保してる。全力で戻れ。何してるの？早く来て。
黙って登れ。その方が楽だ。そっか。ってダメ、喋ってないと焦る。好きにしろ。
覚はいい。まあそっちは任せる。おう、引っ込んどけ。燃え上がれ。待ってました。撃っとくか。威嚇が俺の力。どうでもいい。なんでやろうがぶっ潰す。連携しよう。俺の見せ場だ。こちらだ。あのよ、ここからやってやる。いつでも来い。おっ、落ち着いていけ。おう、引っ込んどけ。おう、打ち打ち。あ、決めて。邪魔に上がれ。覚悟はいい。邪魔に一気に叩き込む。消え失せろ。続けていくぞ。終わらせてやら。まあ、もらおうと思ってわざと転んでみたの。迫真の演技だった。